皆さんこんにちは、キリアです。シティーズスカイライン続きをプレイしていきたいと思います。さあ、こちら前回作ったこの中央線ですけれども、電車の色を黄色くしました。特に意味はありません。まあ、この山手線とか中央線をこう再現しようとかそういうわけではないんですけども、こちらの環状線の方も緑色の電車にしています。さあ、これで、ちょっとコメントでいただいたんですが、この歩道橋、こちらの霧馬原の駅と、こちらのターミナル駅をつないでいる歩道橋ですけれども、これここの道路の端っこのところとつなげればいいんじゃないかというコメントをいただきました。確かにそうですね。ここからこうしてこうすればいいのか。こっちの方が早く駅に行くことできますね。この道路の端っこ部分、歩行者歩けますから、こっちの方が早いのか。もうちょっと形を整えたいところですが、こうするか。よし、これで使ってくれるようになるかな。ちょっと様子を見ていきましょうか。それと、あとここのバス停にたくさん人が集まりすぎる問題、これもですね、ちょっとなんとかしたいので、今ここのバスを使うということはこちらの方に行きたいんですよね。こっちのキリアヒルズの住宅街の方に行きたいはずなので、例えばここら辺からこんな感じで歩道をつなげましょうか。そしてこれ、ここから行けるのかな、この向こう側、この高架の下を通ってこちら、これ公園とつながってないか、もしかして。この高架の下を通ってこちら側に行きたかったけど、そしたらこの辺とこうつなげるか。こんな感じにしてみましょうか。あとここら辺で道路もつなげて、道路つなげるんならこれ歩道いらないかもしれないけど、まあいっか。そしてここら辺に横断歩道を作って、ちょっとこんな感じで歩行者に優しい感じ、歩行者が行き来しやすい感じにしてみましょう。そして右下の需要ゲージが結構伸びてきている。で、久しぶりにこちらの産業区画の需要も伸びてきましたが、ここは産業区画作るよりもこっちオフィス区画を作りましょう。このオフィス区画をこの高密度の商業施設と居住区画の間に作って、まあ、ちょっと防音壁的な感じで騒音がいかないようにしておきましょうか。で、それ以外のところは住宅と高密度の商業施設を建てていく。あんまりオフィス区画ばっかり建てて、また産業地区が人手不足になったらまずいですけど、とりあえず、こんな感じでオフィス区画作っておきましょう。さあ、これで次はいよいよこちらですね。こここの川の河口のところにこちらの水力発電所、これを作ってみましょう。で、まずはこちらのエリアを買います。新しいタイル8個目、いきましょう。さあ、これでここのエリアを開発できるようになりました。で、この水力発電所をちょうどここのところ、ここら辺で一気に川が深くなってるんですよね。ここまでの川からここら辺で一気にガクンと下に下がっているので、この下がったところに合わせて発電所を作ろうかと思ったんですけど、推定発電量0MW、ゼロ、マジか。あ、ここで144176、あ、だいぶ作れない、192、あ、傾斜が急すぎる、208とかいくけど傾斜が急すぎるか。傾斜が右と左で同じくらいにしないと多分建てられないんですよね。ここで272、ただここの真ん中のあのポッチが、あの白いポッチが川の真ん中のところになるようにしたいんですよね。そしたらここら辺をもう少し高くするか。ちょっとこの辺、発電所を作るための整地をしてこんな感じで作りましょうか。ここにこの水力発電所を作ります。さあ、これでしっかりせき止めて、これ大丈夫かな。これでちょっとこの辺から、この海浜石油地区から道路をつないで、これでちょっとこの発電所の周りが石だらけになっているので、ここら辺ちょっと石撤
去して、こんな感じでちょっと石を取り除いて、これで時間進めてみましょうか。ちょっとうまくいくかどうかわかんないですけど、これでいきます。さあこちらに水力発電所を作って、こちらのダムがうまく機能をしてくれるかどうか。うっと水が溢れているけど、これはまあしょうがない。作った直後はここで水の勢いを食い止めて食い止めきれるかどうか。さあこちらのダム224メガワット、240メガワット、もうすでに出力しているけれども、ちょっと水が溢れてきてる。これでうまいことこの辺で水を貯めることができればいいんですけど、いやでも結構いい感じじゃないか。さあこれで、あ、いい感じいい感じ。こっちの方がまだ少し溢れているけど、これアップにすると石が見えてくるのか。いいか多少石があっても。これでうまい具合に水が流れていけばいいけど。さあこちら発電量240メガワット、これ電力なくてもまあ足りてるんですけど、一応つないでおきましょうか。さあこれでこちらの水力発電所、これはきちんと機能していると考えて大丈夫か。さあこれで272メガワット出力出してますね。出力を出してるってなんか日本語的にいいのかどうか分かりませんけど、うん、これはいい感じに回っているのかな。ちょっとここら辺この出っ張ってる部分が気にはなりますけど、まあこれはもともとの地形なのでちょっと尊重しておきましょうか。これでだいぶなみなみと溜まってきましたね。ちょうどこの部分、川はなだらかなんですけど、ここで、急激に深くなっている部分があって、そこに水を溜めることができています。よし。さあそしたらですね、こちらのこのダムの反対側の道路、こっち側にまたスペースがありますので、こちら前回メトロポリスになった時に作れるようになったこの空港、これをこのスペースにちょっと作ってみましょうか。ちょうどこちらこのキリアインフィニティとこのスカイキリアのある場所ですので、まあ、空つながりでこちらの空港をこの辺にちょっと作ってみましょう。傾斜が急だと建てられないので、この辺か。この辺なら道路を敷けばここに作ることができる。この辺りということは、ここの出ているこの水力発電所の道路をこんな感じで伸ばしてみましょうか。これでここら辺に空港を建てられますね。こちらの空港、空港は遠く離れた場所との空の玄関口となります。空路を利用した観光業は大きな利益を生み出します。さあとはいえ、こちらの街、このキリアトレインの街、観光スポットというのがこれこのキリアトレインスタジアムくらいしかないんですよね。今ゴミ溜まってますけど、なのでここら辺にちょっと観光客を呼べるような施設を建てていきましょうか。まずここに空港を作りましょう。さあできました。こちらが飛行機がやってくる空港で、この空港で観光客がやってきたら、もうその目の前にカジノ目の前にカジノを置いて、よしさあこれで空港でこの町にやってきたお客さんをまずここでがっぽりお金をすってもらって、そしてこの空港の周りに、ちょっとお金を落としてもらうための商業施設を作っていきましょう。せっかくだからこれにしましょうか。この観光特区、観光に特化した地区には観光客向けの宿泊施設やレストランなどが立ち並びます。騒音公害を発生しますけど、観光客の誘致ができる。もう騒音はここ空港が目の前ですから、もうもともとうるさいですからね。ここに新しく地区を作って、よし。そしてこちらの地区の名前、キリアエアラインにしましょう。もうスカイはすでにこちらで使ってしまっているので、ここはキリアエアラインにして、そしてこちらの観光特区をつけます。よし。で公園も、まあ、観光客呼べそうなこの植物園とか、この両脇に日本庭園なんか置いてこんな感じにしましょうか。
そして電気はこちらの水力発電所から引っ張ってくる。よし。そして次はこちら空港にやってきたお客さんをこっちの都市部の方に運ぶ交通機関ですけれども、これこのキリアインフィニティとつながっているここの駅、この鉄道路線、あ、駅名作ってなかったか。こちらの鉄道路線、このキリア農業地区からつながっているこちらの線路をこう伸ばしていきましょうか。こちらの線路をこう伸ばして、ここを踏切にして、そしてここに鉄道駅を作りましょう。これでこうつなげる。よし。ああ、まあ、いや待てよ、これギリギリまで近くでいいか。特にデメリットないですよね、空港とつなげても。ここにつなげましょう。これでこうする。よし。これでこちらの路線をこの空港の駅まで引っ張ってきましょう。さあ、これでこちらの空港は名前をキリア空港にして、こちらはキリア空港駅、これでいいでしょう。で、ただこれだけだとこっちのこのキリアインフィニティ、スカイキリア、そしてキリア農耕地区という、ちょっとまあこのキリアトレインの街の中ではあんまり人が住んでいない方なんですよね。ちょっと田舎側、この川の右側、東側だけなので、行けるのがこっちの西側ともつなげたいところなんですが、これどうしようかな。もうこのキリアセントラル駅のところが一応ホームは余ってるんですけど、ここからこう伸ばしていったところで地下に入らないともうここ抜けられないんですよね。建物がものすごく多くて。これで地下行けるかな。線路作ってここら辺で地上に降りて地下に入りたいけど、一旦こっちに火葬場置いて、ここからこっち側に地下に入れないですよね。できればこの空港からキリアセントラル駅まで直通でつなげたいところですけど、あ、行ける？行けた。それでこの3番線のホーム、ここホーム使ってますけど、こことつなげちゃってもいいか。ここにつながっているこの路線はここですね。ここのキリア森林ゲートウェイ駅と、そしてキリア森林駅とつながっているこの終点の場所だから、これは終点に到着するホームを調整すれば、右と左で別々にすれば使えますね。おお、できたできたできた。すんごいギリギリで地下に入ることができました。これでこちらの地下の線路をこうつなげて、そしてここにもう一つ駅を作りましょう。で、この駅からこっちにつなげる。よし。さあ、できた。待って、そうしたらこれこっちの駅もさっきの位置の方が良かったな。こうして、でこれで向かい合わせにしましょう。こちらがキリア空港駅、そしてこちらがキリア空港第2ビル駅、ビルはないですけど。これでこっちのこのキリアセントラル駅とつながっている方はこの、右から3番目の路線、そしてこちらの空港第2ビル駅と路線をつなげる。よし。さあ、こんな感じでいいか。これで、時間進めてみましょう。さあ、これで新しいプラザは本当にソフィスケティケイトって感じ。意識高いプラザ、ちょっと意味がよくわかりませんが、これでついにエアポートが完成した。これで世界への道が開けた。世界へ羽ばたく。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ここの駅を移動したので、こっちの駅に路線移動して、そして電気がつながってないけど、ここは適当に、公園でも両脇に立てて、これで OK でしょう。さあ、これでこちらのキリアエアライン、こちらの街、まだ建物は全然建ってかないですね。あ、建ってきた建ってきた、グランドホテル。さあ、ここで飛行機に乗ってやってきたお客さんを泊めるためのホテル。さあ、こちらキリア空港第2ビル駅の方、あ、結構人来てますね。人が割と利用してくれてるぞ。まだこちら空港の方に飛行機は到着してないんですけども、人が結構降りてきてますね。さあ、こちらの観光特区の辺りを歩いて、そしてこちらのカジノに、あ、入ってきましたね、入ってきましたね。
カジノに入っていったお客さんが、あ、またいました。よし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 、うわーっと、いた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 、これか、これ、こちらジェット機、目的地キリア空港、乗客200人の観光客を乗せて、こちらのジェット機がこのキリア空港にやってきました。さあ、これがこちらキリア空港にやってきた最初の飛行機。お、また来ましたね。今羽同士がぶつかったような気もしましたが、さあ、こちらにこの空港に続々と飛行機がやってきました。そしてこう、うおー、いっぱい出てきた、いっぱい出てきたすんごいたくさんの人がやってきて、そしてこれは駅の方に向かってるのか。さあ、こちらの団体のお客さんが駅の方に向かっていくのと、あとここで横断歩道を渡る人が、あ、そうかそうかそうか、ちょっと待って最初ここの横断歩道を渡った人はこっちのカジノの方に行くのか、もしかして。富裕層の大人、ソフィー・ロバートさん、行き先カジノ、トニー・ピータースさん、行き先カジノ、中所得の大人、トニー・ワードさん、行き先カジノ、みんなカジノですね。そしてこの先の横断歩道を渡った人はこちらのキリア空港第2ビル駅の方か、そしてそのまままっすぐ進んだ人はこちらのキリア空港駅、向こうのキリア農工駅の方へつながっている電車に乗っていく。おお、だいぶ人来てますね、だいぶ人来てますね、すんごい来てますね。おお、これここら辺に行く人はもうみんないろんなところか、公園とか大学とか、大学に行くんだ、飛行機に乗って大学に来る、小学校への飛行機通学。ほんといろんな行き先でこの町に来ている人たちがいますね。これで、現在人口が 86,328 人、そしてメガロポリスが人口9万人ですので、あともう少しですね。こちらのキリアヒルズの方、こちらの人口がさらに増えていけばメガロポリス到達できそうです。もうこちらの産業地区の方も人手不足は解消されてますし、こちらのキリア森林地区の方も人手不足なくなってますね。そしてこちらのターミナル駅の方、相変わらず人がものすごい数来てますけど、あ、この新しく作ったこの歩道橋も使ってくれてますね。こっちの歩道橋を使ってくれていて、そして今まであった歩道橋の方も今度は向こうの新しく作ったこの歩道で行き来するために使ってくれているようです。あ、そしてここを使ってこの駅に向かう人たちもいますね。よし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 。さあ、これで次回いよいよこのキリアトレインの街、メガロポリス到達の瞬間を見ていくことにしましょう。